皆さんおはようございます,平です、えー、今日は4月の30日土曜日なんですけども、えー、実はね、昨日までが取りだめでした、はいでまあ、出張が長かったのもあって、えー、帰ってきて、今回、東京4日間ぐらい行ってたのかな。はい で今日はフレッシュな僕です、はい、髪型も違うってことで、えー、気づいてる人は気づいてるかもしれませんがえー、っとですね今日は最初に告知でえっとこの後えっとあ昨日かなえっとム村先生との対談動画が出てます、えーね、僕の大好きな大尊敬する先生ですけどもム、えー、村先生から講演家としてのバトン渡すわっていうね あれもいただきましたし。しはい、最後の動画にな動画、うん、動画になってますのでよろしくお願いします。ということと、えっと告知で最初にえっと人間力大学で5月4日、えっとチャリティーのチャリティーなので、これ参加費無料です。これはい、えー、5月4日、えー、っと夕方6時とかだったかな。えっと夕方6時ぐらいにえっと僕の出番が回ってきますね。はい。えー 1>, 1ヶ月ぐらい前に香取さんからね「あの良平この日空いてるよ?」っつって,って「はい」っつって,言って「じゃあ俺と一緒にズーム公演しようぜ」って「はい」って言ったまま一体何があるのか全く聞かされないままあの写真が出てきてそうそうたるメンバーの方たちがいますけどねあそこに僕の写真が写ってること自体何なんだろうみたいな一瞬ねちょっと戸惑いましたけど、はい、5月4日チャリティー公演ありますよっていうことと,、えー、っと5月1日の朝6時半かなから。 えー、田中和成さんという方が、ね、主催しているやつで、えっと、そこで6時半から8時まで僕の出番が、えー、来て、えっと、本のそう4月28日に本が出ました、はいえー、出たんですけどもこの本の、えー、っとまたなんか、えー、ことについてのお話をということで5月1日クラブハウスやってる人もいるかどうか分かりませんが僕はやってるというよりか人の話を聞きたいのでどんな話してる人がいるんだろうとの聞きたくて。 えっと自己紹介の欄のところ何も書いてません。えー、っとでえー、っとなんだろうあのアイコンアイコンもねはい、はい、えっとロハロハチャンネルの写真にしてるので再両並で調べたら出てくると思いますけどもえー、っと5月1日の日曜日の朝6時半からえー、っとちょっとね、えー、クラブハウスでお話しさせていただきますっていうことですかねはいそんな感じでえー、っと東京から帰ってきてはい えー、今回の東京はいつにもなくすごくね濃い時間でしたね、えー、とっても素敵な出会いに恵まれました本当にねありがたいなって思うところがあってで、まあえっと、前回にもお話ししたんですけども「あのロハロハチャンネル」って言ってね、えっと、小児癌のねあの子供を持ったお母さんたちがえ立ち上げた YouTube チャンネルでそこで収益が出たら、えっと、その収益自体を えー、そういう環境改善、えー、と子どもたちがね入院してる子どもたちが見れる楽しい動画も撮りたいしその子どもたちが入院中に見れる楽しい動画ですねやっぱりあの病院にずっといるのであの YouTube 見ることが多いってことでそういうことを通した上でってことでねでそのまあお母さんたちを、まあ、これを1ヶ月ぐらい以上前ぐらいから出会ってそれを応援しててでちょっとお昼時間空いたのであのよかったらって言って少しあの 会ってて、ね、お話しさせいいただいただんですよねで3人かな僕と含めて3人で、えー、話しててで話してたら、あのーまあ、昼間で僕その日の夜だったんですよ仕事が面白いっのは結構時間あるよねって言ってたら、あのー、お店の人が「美味しいハイボールありますよ」とか言われてさ「そんなあるんだ」って言って「1杯ぐらいいっか」みたいな感じで1杯だけちょっとねちっちゃいコップにハイボールを飲んでたんですよねでさあ座ってしゃ,べしゃべろうかと思ったら後ろからマイクつけられて「飲んじゃおら」と思って話してたら「 あの月曜日から夜更かし月曜日から夜更かしか、はい、っていう番組なんですけどって言われてえーみたいな感じになってでなんか取材をね長く受けましたけど、えーっとね、出るわけじゃない出るわけじゃないというかボツになる可能性もあるってうことなんですが多分僕はねああれボツになると思います <laughs> あの特別、面白い話で何もできてないので、えー、何の話昼間から集まって飲んでる人が何を話してるかっていう議題だった。 受けたね、そうそうそう、その時がね、いや、めっちゃ飲んでる人いるんですよ、めっちゃ飲んでる人周りにいて、僕たちカフェに入ってたので、入ったというか、外に出てる、なんかこう、テーブルと机だけ外に置いてるところで、ざっと並んでたんですけど、まあね、もうちょっと、ルハルハチャンネルのあのお2人をね、押して、話ができたらなと思ったんですけどね、はい、えー、特別、えー、面白い話はできてないけど、もし、えー、採用されて出たら5月の16日に出るって言ったのかな、5月16日が月曜日か、に出るみたいですね。はい でまあ、桜庭先生の講演もさせていただいて本の出版の話もそうですしたくさんの話をいただいて、ねえー、やったんですけどねもう本当ね今こうちょっと落ち着いてきてないんですけどね落ち着いてないです今ね過去最高に僕の体はね多分緊張してます、はい、もうめちゃめちゃ緊張してますね、えー、この緊張の原因は何かって考えた時に、えっと、あ感情的なものは何かって考えた時に不安です もうただただ不安です今もう漠然と不安が、えー。っていうのはこう、まあ、たくさんの人たちが、まあ、YouTube もその、ね、1万人っていうのを超えたのも一つそうですし、まあ、本が出たことで Facebook とかインスタとかっていう SNS 関係で、えー、たくさんの人が応援してくれてるっていうのもそうですし今こうしてる時間も、えー、出版社の人たちは、ね、あちこちで営業をかけてくれて本のねあの売り込みをしていくって言ってるこの中で。 もうね、なんか本当になんか大丈夫なのかっていう大丈夫なのか、まあえー、なんつったらいいんだろう不安なんですよなんか本売れなかったらどうしようっていうのもそうだしいろんな人たちが講演呼んでくれて声かけて宣伝してくれてるけどこの人たちの、ね、期待に応えられないっていうあれではないかもしれないけどなんか、えー、そういうのをちょっと感じた時にやっぱりふと思い出す言葉があって、ね、本の中にも実は書いたんですけども。 昔、ね、いろんなことに対して不安、不満だ、なんとかだっていう話をしてたときに、うちのね、先生から言われたのが、ね、不満はいかんよと、現状を変えようとしてないときとか、えー、その維持をし続けようとしてるときは不満ばっかり出てきちゃうっていう、でも先のことに対してやれることはやっていくっていう中で、えー、やったっていう人たちは不安を感じてるんだとで、不安っていうもの自体はね、決してね、マイナスな感情ではないって言われたんですよ。 むしろネガティブではなくて、これはポジティブな方の感情だよって言われて、ど,どういう意味なんだろうってものは、先のことをやっぱり考えてるから、先のことを全く心配もしなければ考えてなかったら、不安なんてものは出てこないしって、ただもう一つあることは、子供に対しての不安は、子供の将来に対する不安っていうのは、百害あって、一理なしってありましたけどね、はい、子供に対する不満じゃないよって、不安もっていうこと、自分に対する不安もってことで、今そういう感じでものすごい、えー、い。 不安な感情が抱えてますけども、これも決してネガティブな感情ではないんだろうなとは思うんですけども、えー、すっごい体が緊張してるの分かりますね、怖ばってる、すごく、えーなんかそう。そうは見えないですけど、見えんか、いやもうね、はい、なんか、フェイスブック見てもいっぱいいろんな人が出てくれてて、ね、クラブハウスにも呼ばれてってなるけど、まあ、ドキドキしてますけどね、今、なんか総合ランキング34位だって言ってましたね。何がですか 書籍の総合ランキンキグ34位って出版社の人が、出版社の人がそれをまたを送ってくるのにリアルタイムで果たしてその34位っいうのは一体ど,うどんなあれなんだろうとも思うし占い総合ランキング部門は今、3位って言ってたかな僕が聞いた時では部門で総合ランキングとなんか分かんねえんだけどまあとりあえずはっていうことでえーね皆さんもいろんなことに対して不満ではなくて不安はいいとで不安を抱えていること自体ってのは悪いことではないと。 先のことについてて考えて僕たちが心配することっていうのはあるとその上でその感情自体はネガティブな感情ではないっていうことをぜひとも覚えておいてくださいっていうこととそうですね、まあ、こうバチッと締めていこうと思うんだったら今日はねちょっとグッ、えー、ときた言葉シリーズを一言ねやって今日は締めて終わろうと思うんですが、えー、見ての通りね実は髪を切りましたでちょっとねわかるかりますちょっといつもと違うなと思った、はい、思ったやろ。 これある人をねちょっとモデルにしてやってもらったんよ。ある人誰だと思うえ有名な方ですか、有名です。え、わかりますわかると思う。えー、分からんいや、パッとは思い浮かばないです、ね、桜庭先生よ。<あ> <laughs> <laughs> なるほど。いや、桜庭先生の髪型いつもすっきりしとってかっけいいなっていうのもそうだしもうね暑くてしょうがなくて東京、めちゃくちゃ暑かったんですよ。 らもう帰ってきてすぐ髪切り行こうと思ってで俺の髪切ってくれてる理容師さんが、あのーまあ、時間も空いてたってことでごめん髪切ってって言って桜庭先生みたいな髪型にしたいんよねってもうちょっと桜庭先生みたいにしてって言った時に言われた一言。は言、い、俺、真似して言うね、はい、桜庭先生みたいにしてほしいんよねやけもうちょっと髪型よろしくって言って理容師さんか桜庭先生知ってるからパッと見て髪の流れ形こう触って。 うーんまあそうっすね桜庭先生みたいにはなれませんけど採算らしくはできますよ <laughs> これねなるほどかっこいいやろい、ね、よかった俺男で本当にあれ女の人聞いたらマジでってなると思うよ いや、今のはいいっす、ね。いいよね。だから桜庭先生と全く一緒の髪色じゃなくて、頭の形とか髪の流れが桜庭先生と僕は違くて。全く一緒はできないって言われたんですよ。<も>あ、そっかーって。でも、あなたらしくはできますよって言われて。じゃあ、あそれでよろしくんだ。<laughs> いや、でも、でも、そう言われたら、やっぱ、なんか。いつもとば、なんか、感じは違いますけど、うん、やっぱ、採算らしい感じ。わかる。やけね、すごいよね。 思いますあの憧れの人がいるっていうのはね僕にはたくさんいたい憧れの人が何か真似できることがあるんだったら真似していきたいなっていうところから入っていくことが僕が常にそういう人たちに近づくための1つだったのでそううかってそうその人を目指すことがよくても、えー、完璧にコピーとか完璧にその人になることやっぱりできなくて最後に求められているのは、えー、自分らしく生きることなんだなっていうのをこの彼の一言で俺、もう使うわ、あから本当 <laughs> あなたらしくなら生きれますよ。 はい、かっこよかったなと思いますなのでそんな感じで今日も自分らしくやっていこうと思いますでは気合い入れていっていきますはい、はい、これから本当応援に感謝ですありがとうございますでは皆さんのその,その応援に感謝して、ね、自分らしく生きていく今日に関して、えー、ガッツポーズいこうと思いますでは行きますせーのおっしゃーで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて